その BT 菌を使って、害虫を殺すといった農業でその有機農薬を使って害虫を殺すといった形になるんですけど、それだったら野菜にも結構悪影響が出るとかするので、 BT 菌だったら微生物だけでその害虫を殺すことができるので、僕はその研究にすごい興味を持ったっていうのが始まりです。で、大体タンパク質の研究内容としては、動物性タンパク質とか植物性タンパク質とか、まあ、いろんなタンパク質があって、まあ、その僕が一番興味を持ったのは細胞性由来のタンパク質で、まあ、動物から摂取して培養してそのタンパク質を作るという感じなんですけども、まあ、そこから僕たちが普段食しているお肉みたいな感じでになって、世界の食料不足を助けるみたいな、そういった感じの研究内容に至りました。久しぶりすぎて、やばいっすね、マジ。基本的なことから、やっていって、でそこからまあいろいろな研究につなげていきたいなと思ってます。まだそこまで研究してないんで、でも楽しみではあります。